タチアナペトロブナ・ニコラーエワは、ソ連のピアニスト、音楽教師。3歳からピアノを始める。モスクワ音楽院に入学して、アレクサンドル・ゴリデン・ベイゼルとエフゲニー・ゴルベフに指示。1948年に、モスクワ音楽院ピアノ科卒業。1959年に、モスクワ音楽院の講師となり、1965年に、教授となった。1950年に、 バッハ没後200周年記念のライプツヒヨハンゼーバスティアンバッハ国際コンクールにて優勝。当地に出席していたショスタコービチと生涯にわたる信仰を結んだ。ショスタコービチはニコラーエワのバッハ演奏に触発されて24の前奏曲と風ガを作曲し、これをニコラーエワに検定した。生涯に50点以上の録音を残し、とりわけ バッハの鍵盤楽曲で著名であったが、西欧で有名になったのは、ご半世においてからであった。ソビエト連邦の崩壊後に、求められるまま欧米各地で演奏旅行を行った。イギリスで制作された、ショスタコービチの24の前奏曲と風が3度目の全曲録音は、1991年度グラム本小器楽曲,曲部門に輝いた。 それから2年後の1993年11月13日、サンフランシスコハープスと劇場で同作品の演奏会を行った直後に脳内出血により渾水状態に陥り9日後に死去。作曲家としてピアノ入門者や児童向けの教材となりうる平易な商品を残したほか対策もある。ありがとうございます。